ぱいあるで。こんなに細切れで買ったんですね。細切れ。これ食べていいですか？あんまり甘くないやつがいいです。でかくない？甘くないやつ。塩かな。ちょっと甘くないやつ。でもこれでもアップルパイっぽい。これなんすか？これなんだっけ？これわかんない。あ、これや。置いてあるか。え？中身違う。中身違う。バナナっぽい。バナナ。中身違う。バナナ。バナナもらえます。バナナ。バナナ。バナナ。多分バナナ。バナナ。バナナ。バナナね。イエーイ。なんかフルーツ系の。27歳ですね、翔くん。27歳になっちゃったよ。抱負は？今年の抱負？27歳ってね、結構上というかさ、大人になっちゃったから、はい、なんだろうな、ちょっとこう渋めな、いい感じの大人になりたい。ひげ生やそうか。生えなさそうじゃん。いいね。いいね。あんま生えないね。生えないかな。これ甘い。甘かった。バナナ。ちょっとちょうだい。バナナ。無理。よくしたの。自分の当たり前も食べろよ。みんなでシェアして食べようよ。噛み切り。はい。勝利誕生日おめでとう。あ、ありがとう。くせ強い人来た。映ってない。誕生日おめでとう。くせ強い。シェア見て、くせ強い人来たで。全部俺のやつ。全部俺のシブドラマ。やると逆やった。いや、そっちは。逆やった。逆は違うわ。そうだった。逆とシブム構成。逆、逆、逆。違う。全部人の。全部人の。しかも、ショーやってた人。ちょいやってた。ありがとうみんな。ありがとう。モッパンライブみたいな。本当おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。見てないけど。はい。いやまあ今日仕方ない。じゃあ俺もなんか今日 UFO キャッチャー行きたいなと。まあ。俺も自分で行くっす、自分で。めちゃくちゃ美味しそうこれ。食べていいですか？どうぞ。いただきます。これでかくない？めちゃめちゃ。マジでかい。どこで買ったら、どこで育ったらこんな大きくなれるんですか？取ってきたらしいよ。あれな？で、手を取ってきた。もぎたて？いや、ここら辺は違うよ。めちゃくちゃ美味しいです。うまいよ。雪山のやつを吹ける。雪国からやってきました。誰や。行ってこいよ。いやどうも。おー、雪国やっけ。おいら女性です。いやどうも。一人だけ温度感違うけど大丈夫。すごいな。おはようございます。そんな寒いとこおる。はい、ご飯でございます。少女は何が食べたい？僕は柳代翔が食べたい。うまい。そのさ、ピンク色のやつは何？これピンク。いや、わかんない。おいしい。全部いってください。これ。何味？何味？何これ？サムクイーンです。ラズベリー、ブルーベリー。ラズベリー。ああ。これいくっすかじゃあ。ラズベリーパイ。いいっすか？十秒。ありがとう。ちょうだい。ありがとう。ラディ。絶対食べないでください。シオンが好きそう。あの甘くない甘い。マジっすか？さっぱり。さっぱり系。めっちゃさっぱり。まあ一口。後でもらいます。これさ、小声で誕生日おめでとうございますって言わんつける。大声で来い。こんだけいるんやから。ライブやぞ。おめでとうございます。ありがとうございます。翔さん、飲み物どうします？これチーズですか？いや、チーズじゃない。これほぼ、ほぼラズベリー。タルト。飲み物。お水。いただきます。お水。はい。ありがとうございます。横にしないじゃん。ああ。すいません。ラズベリーパイ。はい。手作り皆さんラズベリーパイみたいな。これもチーズかな。じゃあうん、大丈夫。結構なんかお酒が強い。翔くん
タイ好きだって。うん、ちょっとチーズ。特にタイ好きだ、タイ好き。あぶね。どうしたどうした。すごいでしょ。お酒の、お酒の。ちょっとこっち入る。あなんか、洋酒。洋酒の味ですね。ちょっとびっくりする。すごない？この方が。いいね、横の方が。チーズか。寄ってきた。え？すげえこれ。チーズ苦手？あ、ありがとう。あ、酸っぱいチーズ。ジンこれ食っていい？あ、でもこれめっちゃ食べやすい。後味にやるのめっちゃ美味しい。後味は栗なんだけど、めっちゃ美味しい。お酒っぽい。ずっと食べれない。ずっと食べたら、結構水源使える。なんかちょっとすごくない？ありがとう、ケイオ君。うん。あ、うまいうまい。って俺全然いける。今いっぱいある食べ方。めっちゃチャプリン。これは、え、これさ、ラズベリーチーズケーキ。中華チーズケーキ。なんか、ちょっとチーズかも。ちょっとチーズかも。ちょいチー、うん、誰もこれ食べないけど、これは美味しい。いただきます。どうぞ。これ一番重いんだけど。これあでもこれ一番シンプルなやつね。おお、いちごの部分がパインな感じ。こんなケーキだらけの配信。これだね。これいやこれはちょっと違うよ。だってあこれ美味しいよ。あ、ナスケ。カルボナーラ。あ、これがね、無難に美味しい。これ結構柑橘系じゃない？危ない、絶対。ハッピーバースデー、絶対来てくださいそれだけでくださいよ。入ってきてよ。翔くん、はい、ハッピーバースデー。ありがとう。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。一杯あるよ、ケーキ食べて。はい、食べて一杯。ありがとうございます。何食べる？ちょっとプレゼント持ってきました。お、マジ？お、はい。なんだ？なんすか？これです。ハラナイ。おー、貼らないタイプの。貼らない。なかなか日本人見つからないやつ。おー、カイド。これでホットになってください。わ、ありがとうございます。はい。で、プレゼント。プレゼントだいぶ高かったの。うわ、ありがとう。はい、ずっと探してた。はい。いや、俺もあります。マジ？何そのメガネ違うか。ハルカイロ。いや、自分から貼ってた。使用済みやないかい。ちょっとなんかついてる。でもプレミアだよね。例えばめちゃめちゃありがとう。これもプレゼントください。ちょっとありがとうございます。なんか俺はプレゼント。あ、マジ？結構高かったんで、うん、だから俺のだった。ありがとう。2回目。ありがとう。2回目これ。これでやろう。どうですか？20分までみたいです。どうですか？あ、20分までやろう。逆にどうですか？逆に27歳。マジで髪行ったの。なったらわかるけど髪に行ったの。怖くない？大丈夫です。年取るのがマジで。だっていやでもまだ27、まだ27だけど一番セクシーよ。一番セクシー。暴れまくってる。シオンが暴れまくってる。天才ピアニストか。独創的なメロディーが奏でる。いやでも27か。その豆と比べた時に7つ違うから。だから豆と比べたらあかんやん。豆と比べるからそう感じるんです。いや豆に負けないようになーって気持ちだけね。気持ちだけ。なるほどね。そうでもかっこよくない？27。一番セクシー。大人っぽく。一番セクシー。大人ね。色気がすごい。マジ？ありがとう。27ね。かっこいいよ。ありがとう。しゅうくん、本当になんか心が広すぎて、27好きなの。もっと上？心がもっと上。マジか。ありがたいな、それ嬉しいな。なんかね、お兄ちゃんって感じする。お、あざっす。それじゃあここでやってよ。キャラじゃないやつ。なんか変な人。なんか来ました。何言ってねえよ。なんか来た。なんかクラフトコーラ。全集合だ。じゃあ全集合しようか。じゃあ集まれよ。お前ら。ブックが来ました。はい。こんにちは。お前らいた。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。いらない。いや、ハッピーバースデー。ハッピーバースデーです。はい。おめえらいた。
一旦集まるよ。翔くんおめでとう。ありがとう。おめでとう。首せっかくやし。いや、ありがとうございます。集合集合。せっかく全員、あざまーす。全員集合していただいて。と、あれあと人、あ、来た。スクショタイムしちゃう。ありがとうございます。プリン。かぼちゃプリン。じゃあ改めまして、じゃあ挨拶だけしておきますか。はい、はい、じゃあ改めまして、せーの、ゴーザーとジオンでーす。はい、今日は翔くん、ハッピーバースデー。ありがとう。おめでとう。ありがとうございます。ちょっと横で見にくいかもしれないけど、どこまでね、そこから紹介しようがない。はい、今日はですね、もうお仕事の関係上、はい、東京にはいませんが、はい、はいはい、ちょっと配信をスタートさせていただいて、はい、はい、改めまして、僕、与那城翔リーダーがですね、27歳になりました。ありがとうございます。おじさん、ありがとうございます。はい、晴れておじさんということで。全然そんなことないですよ。はい、まあ、そうですね、まあ、素敵な兄ちゃん1年にしていきたいと思います。はい、はい、まあ、やっぱり25の時になんか、うん、やばい、もうそろそろアラサーだとか言ってたけど、うん、なんかもうね、全然25なんてまだまだ、27からじわじわと。27からじわじわって、今27年。もう確かにじわじわ来てる。今1日目でしょ。1日目、まだ1日目。じわじわ来てる。じわじわ来てる。感じるの早すぎる。だいぶじわじわ。だいぶじわじわ。いや、でもね、本当に皆さんの支えがあって、ここまで来れました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうですか、ちょっと前に生まれたばかりですけど。いや、ちょっと、すごい、ね、火ではあるけどな。まあでもね、100年とかって考えたらね、まあ、27歳。まあ全然ですよ。地球が生まれても46歳。ショックの誕生日おめでとう。地球規模。ただ俺ね、ふと思ったんですよ、はい、やっぱ僕らってそのデビューしてから思うように活動できない時期がありましたじゃないですか、はい、なんかそれも本当考えて、ショックも27歳になって、うん、僕もデビュー当初10代だったんですよ。そうだよ、19だったからね。で、10代か。そうで、22じゃないですか。で、来年なんか23になるじゃないですか、はい、で今ね、こうやっとこう、なんだろう、だんだんこう僕たちのしたいことっていうか、うん、あるべき姿をこう、ね、はいはいはい、たくさんの人に見てもらってたし、ツアーもね、無事できたということで、はい、やっぱこれからがやっぱこの勝負時っていう言い方したらですけど、そうだね、ね、なんかこう頑張っていきたいなって思いますよね、うん、翔くんの誕生日をきっかけに。おお、誕生日をきっかけに。いや、でもそれはなんでかっていうと、やっぱ翔くんはやっぱかけがえのないね、リーダーやから。ありがとうございます。リーダー、無理してほしくはないけど、パワキリね、やっぱそう、やっぱ翔くんがこう引っ張っていてくれたらなっていうふうにはちょっとやっぱ思うんで、ありがとうございます。だからお前頑張れよ、うん、先輩から、うん、おじさん的には神様、人生の大先輩、人生の大先輩からアドバイス。今トップの位置ですから。翔くん27歳の、あの最初のハートくださいって書いてある。お、最初のハート、最初のハート、いいじゃないですか、言ってくださいよ。最初のハート、はい、せーの、せー、あ、邪魔。新しいハート作ってください。新しいハート、27歳初の、手でかいですからね。手でかいから、手をどうにかして、手をどうにかして、手でかいから無理やりすぎ、手でかいからね。じゃあ行きます。せーの、ドン。おーい、でけえ、でかいね。ちなみにケーキは何味でしたか？ケーキがね、いっぱいで、食べ散らかしてる。いろんな味があります。マジでいろんな味がある。バナナケーキ、かぼちゃプリンケーキ、いろいろ出してるな。チーズケーキとモンブランもあり、うん、めちゃくちゃあります。めっちゃ美味しかったです。らしいですよ。これはケーキ曲がりますね。おー、ケーキだけね。初滑りですね。27歳初滑り。これをね、これを皮切りに、これを皮切りに、全部皮切りにしよう。どんどん全部いけるの、全部いこう、全部皮切りにしよう。はい、まあ、でもツアーも終わったばっかりなので、ね、はい、まあ、もうそろそろ今年も終わりますよ。終わりますよね。あと2ヶ月ちょっとなんで、なんかしたいこととかあるんですか、今年いっぱいまで。そう、でも今年、いや、今年行ってくださいよ、行ってやってくださいよ。いや、もうだからあれよね、もう全部やりますよ。もうちょっと、まあ、寒くなっちゃったけど、はい、マジで何回も行ってるけど、みんな俺ん家に来てほしいね。あー、沖縄ね、沖縄に来て、沖縄の方ね、沖縄の方に。翔くんパパも来てって言ってたし、ね、うん、そうそうそう、なんか11人分なんか作ってあげる。唐揚げ、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 パパが唐揚げ作ってくれなんて。もっと沖縄っぽい料理ないんすか。あれおもろかった、マジでおもろかった。
みんなの前で挨拶してくれて、はい、してぜひ行かせてください言うて、ね、ぜひぜひ来てくださいって言った後にバッグをトンッとあれ俺も分の唐揚げか唐揚げかって言ったちょっとやばいかもなタイミングバッチやったじゃあ最後スクショタイムして、はい、あ、そうですね、まあ、そうですね、時間が終わりますので、はい、じゃあ皆さんせっかくなんでスクショタイムしましょうかそれじゃあ行きましょう。せーの、カシャ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 。はーい。はい。取れたんじゃない？はい。ありがとうございます。抱負いますか？抱負。いたいたよ。最初の方にいた。じゃあ最後締めちゃってください。はい。はい。やらかくて崩れやすい。はい。ということで、今年から今年もですね、まあ、物残り少ないですが、J1 一度、はい、頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。そして、来年もですね、いい年にできるように頑張りますので、はいはい、応援よろしくお願いします。お願いします。改めて翔くん誕生日おめでとう。ありがとう。ということで以上 J1 でした。またねー。ありがとうねー。風邪ひくなよー。